こんにちは。今回は三角形を区切ってできる部分の面積を求める問題です。問題の内容を確認しておきますね。図の三角形 ABC において CD と AB は垂直に交わり、BE と AC も垂直に交わっています。BE と CD の交点を F とし、A と F を結びました。この時 AD が3センチ、BD が4センチ、各 DAF が45度になりました。三角形 BCF、ここですね。この部分の面積を求めてください。こういう問題になっています。では今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきます。いろんな性質が目につくと思いますけれども、まずは三角形 ADF ですね。これに注目しましょう。これ直角三角形で、ここ45度だから、ここも45度ですね。三角形 ADF っていうのは直角二等辺三角形になってます。ということは、ここ3センチですから、ここの長さですね。この長さも3センチメートルになっています。そうすると三角形 BDF、これも直角三角形で、3センチ、4センチですね。当然、ここからここまでの長さ、これ5センチになってるんですけれども、問題文に書いてないことはあまり使いたくないですよね。ということは、この3センチ、4センチ、これが分かった時点で、次に何ができるかということを考えていきます。直角を挟む2辺ですよね。これ3対4です。この図形の中には直角っていうのは、こことここの2箇所ありますよね。これが直角三角形で、この直角三角形ですね。これも比べてみると、この角度が共通ですから、この三角形も直角を挟む2辺、AE と BE の長さの比ですね。これ3対4の直角三角形になっています。ただ、ここの長さですね。ここの長さ、ここの長さ。どちらもこの時点、今の時点では出てこないですね。これ3対4の直角三角形なんだけれども、他使えるのないかなって見ますと、今度はこの直角三角形と、この直角三角形ですね。これもここの角度ですね。この角度を共有している三角形ですから、当然残りの角度、ここですね。こことここの大きさ、これも一緒になります。ということは、これも直角を挟む2辺の比、3対4の直角三角形。こういうことがわかりますよね。もっとよく見ると、対応する辺ですね。AD と FD、同じ長さだから、この三角形とこの三角形ですね。これ合同な三角形ということができます。では、三角形 BCF の面積なんですけども、ここまでわかってしまえば、あとはもう簡単に出ます。D から C までの長さですね。これ3センチに対してここ4センチです。だから CF の長さですね。ここの長さ1センチメートルです。三角形の面積を求めるときに底辺と高さ決めないといけないんですけれども、この三角形っていうのはここを底辺としたときに高さが4センチの三角形になってますね。だからこの三角形の面積っていうのは底辺1センチに対して高さ4センチですね。1×4÷2。これで2平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。合同な図形を見つけることによって三角形の面積求めることができました。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。